社会がキャンパスだ。関東学院大学は国際文化都市横浜を中心にキリスト教に基づく人格教育を創立以来130年以上にわたって継承してきた総合大学です。メインとなる横浜金沢八景キャンパスはキリスト教教育を象徴するチャペルをはじめ、実験や実習、演習施設も充実。海風薫るこのキャンパスでは、横浜八景島シーパラダイスや海の公園といった都会のリゾートを望む横浜ならではのキャンパスライフを送ることができます。鎌倉にもほど近く、緑に包まれ地域に親しまれる横浜金沢文庫キャンパスはスポーツ拠点として活用されています。そして2023年4月から横浜の中心部に横浜関内キャンパスを開設。関東学院大学は横浜市内にこの3つのキャンパスを構え、産官学連携による地域・社会参加型の学び、国際交流の促進、ボランティア活動の支援体制などを整え、チャレンジする学生たちを支援しています。関東学院大学では11の学部で各専門分野の学びを展開。地域や企業、自治体と連携しながらチャレンジする環境を大切にしています。世界の言葉と文化について学ぶ国際文化学部、留学を目指す学生や外国語を学ぶ学生をサポートする実践的なプログラム、異国の文化、歴史、思想に関心を寄せ理解を深めていく教育が充実しています。また英語文化学科では授業の6割を英語で受講するプログラム、グローバルアウェアネスプログラムを2023年4月よりスタート。留学支援金の給付やダブルアドバイザー制度などのサポートを用意しています。現代社会で起きている問題を多角的な視点から理解し解決を目指す社会学部、国内外のフィールドで多様な人々と共に社会課題を肌で実感しながら解決策を探ります。社会の在り方を考える法学部、法律知識や法的スキルを身につけるだけでなく、社会理念に照らして公正で公平な判断ができる考えを育みます。経済学部では社会の動きを正しく判断する分析力、社会とどう関わっていくかのビジョンを育む教育を目指し、高度かつ実践的な科目で学生がさらに成長できる機会を提供しています。経営学部では企業と連携しビジネスプランの立案など、旧来の大学教育では多くなかった経営の現場での学びを通し、多種多様な領域にわたるマネジメント力を身につけます。理工学部、災害対策や環境へのアプローチ、現代には欠かせない ICT の活用や医療技術の発展など、安全な生活や便利で快適な暮らしを目指すため、科学技術についてあらゆる分野を学びます。2023年4月からは新たに表面工学コースが誕生しました。建築環境学部の学びの範囲は工学分野だけでなく、芸術や人文、社会科学的な視点も取り入れ、総合的な知識を持って建築空間を創造する能力を培います。人と組織、地域、社会、自然といった新しい関係のあり方を共生という視点から考える人間共生学部、空き家再生、商品デザインプロデュース、シルク博物館での横浜スカーフのファッションショー、留学を通した異文化理解など数々のプロジェクトを現場で体験し、他社と連携協働しながら知識や技術を学びます。教育学部では子どもが好きの思いを保育士、幼稚園教諭、小学校教諭といった具体的な将来の夢へと結びつけていけるよう、在学中からたくさんの子どもたちと出会える学びを用意しています。栄養学部では特定多数の人に食事を提供するための給食マネジメントや調理科学に基づく調理技術などについて学ぶ環境も充実。健康に配慮した食と栄養についての専門知識を学び、食生活を提案・指導できる実践力を身につけることができます。
看護学部では近隣の総合病院などの協力も得ながら、昨今の保健、医療、福祉の現場に対応できる看護師育成に向けた充実したカリキュラムを組み、生涯学び続ける看護師を育成しています。関東学院大学では学生生活の充実に向け様々な支援を行っています。学生生活の悩みをワンストップでサポートする学生支援室をはじめ、就職支援、留学支援など専門スタッフを揃えたサポート体制を整えています。2021年4月には留学生をはじめ多様な学生が共に暮らすインターナショナルレジデンスを新設しました。関東学院大学の新たなチャレンジが始まろうとしています。社会連携教育の拠点として横浜関内キャンパスを開設しました。研究、教育、人材リソースを中心として大学がラウンドテーブルの役割を果たし、地の交流を促進、企業や自治体と連携した多彩な教育プログラムを用意し、横浜の町全体をキャンパスとした学びを展開していきます。人との出会いや地域、社会とのつながりを通して人生の方向性を定め、自身の価値観を確立する大学生活、社会と人の幸福に貢献する人へ、その礎となる学びが関東学院大学にはあります。